ちは。こんにちは。よし、刺されんかったぞ。慣れてきたね。はい、はい、まあ今日はすごいバッター、はい、マスク越しに見て、はい、こいつ来たら嫌だなとか。いや、僕もすごいと思ったのはもう内田さん。タイム合ってるもんね。いや、まず、でも僕が出だした頃はちょっともう、でもやっぱすごかったですね。でも、選球眼がいいの。ボール振らない。やっぱり嫌だ。嫌ですよ、もう。困る。もう。まあ、ストライクで勝負するしかなくなるもんね。本当嫌ですね。いいバッターと思う。外は右にホームラン。そう。リンクを詰まってヒット。詰まり気味にヒット。やっぱり、弱点といえば、やっぱりどちらかというとインサイド。いや、でもインコースは空振りしませんよ。しないんだ。絶対、追い込んでインコース行ったら絶対見逃したのが絶対振られます。だからボンダ三振欲しいというかアウトローですよね。ここはもう追い込んでワンナゴとサードで、まさかの三振欲しいって言ったらアウトコースの速い変化球だと思う。落合さん、唯一チャンスなの。こう俺なんかこう守ってたらやっぱりちょっとインサイドは少し苦手なのかなって。詰まります。やっぱ詰まるよね。空振りしないです。詰まっていいと思ってんだろうね、やっぱ落合さんも。そうじゃないです。そう言ってた、僕に詰まっていいって、インコース意識あったら外でいいよな。巨人に来られたでしょ、だから僕落合さんの部屋に何回も行ったもん。バッティング教えてください、どういう考え方で立ってたんですかとか、よう教えてくれた。僕はできんかったけどね。でも勉強になった。いや、もう僕ね、面白かったです。ベンバット持ってこいって言ってくれて、部屋で振れって言って、落合さんの話聞くの好きだったです。面白かった。じゃあ2人目、日本人で。ちょっと待って、その前に落合さんと話をして、はい、印象に残ってることってある？これはなんかこう忘れようにも忘れられないような言葉とか、まあバッティングのことに関しても。バッティングでいろいろいっぱいありますね。まずは体重を出て右足でって、右足に残らなあかん。だから村田な、何度いつも超人的に緩い球を打てたら分かるかっつって体重残す。で試合だと出されんねん、村田。でまたチェックで残す、繰り返しやんです。いや、落合さんってフリーバッティングの時に、ね、山なりの球をピッチャー投げてる。それでも緩い球って普通前に出るから、村田速い球で、ね、残す簡単に、緩い球でしっかり残すのが難しい。それ残したものですから、クロッと回るって練習だよ。レフトばっかりじゃん。もう練習でカーンカーン、試合だったらあっちへゴーンってこう。すごいです。独特のじゃあ、あったんですね、自分の練習方法っていうのが。調整法だよね、あれはね。内田さん、反対方向狙ってるんですよ。ばっかりもらったらあっち行ってんの、振り遅れ。振り遅れって言うよ。俺はお前と違うの、バットの軌道がええからあっちへホームランになるんやって。すごいな。しっかり残して力出すみたいなね。確かにね。かっこいいね。やってくれるのが嫌やね。あのフォームを、はい、まあいい勉強したよね。いや、いい勉強、面白かった、一生懸命やったけどね、できんかったね。まあそれはなかなかできんわな。はい、次は、次ね、まあ日本人で言いましょうか。お前だから、広島のみんな言うじゃない、キャッチャーから見たらどう感じる。やっぱりね、あと前田っていうのはインコースのいっぱいのピッチャーバッターよっしゃーと思ったのをクラッと回られてね、打たれたこと何回かあるから、こいつ嘘やろね、あそこ打っちゃうか、あんまりとこってしょ、あきれっ、あしょ、あんまなくなるかなって思いじゃない、ここ打つのみたいな、そこ打ったらあかんねんみたいな、打たれるの、でも切れないの、ライト線にポール際にホームランがありますよ、前だね、アキレス腱切る前ですけどね。でも意外とこの球一本で来てるって言った時もあるでしょ。例えば山を張らない時もあったと思ったけど、彼が、でもこのピッチャーだったらこれが必ず来るって、そういう一点張りで待ってる時って感じる時なかった。だからそう思うでしょ。僕のね、いっぺん間に、今となってあれですけどね、聞きたいなと思ったのが、その前のフォークいいとこ見切ってるわけ、パン変化球見切られてね、あ、絶対もう変化球負けやな、よし、進行でいったね、よっしゃ、来たっていっぱい、もうボール気味、ダーン打たれるわけ、さっきなんでその前あれ見逃したみたいな、教えて俺、みたいな、
だから駆け引きがあんまり通用しないという、ね、であでいっぺんね、辞めた後に前田が引退した後にこう評論家が来た時にね、ちょっと長くは聞けないじゃない、俺コーチやったし、ちょっと雑談で、前田ってお前いつもインコース待ってた、まあ、僕は基本的にインコース まっすぐやってました、それで低め止まんの天才や、でもっとゆっくりいろんな聞きたかったなっていうのがあるね、あいつのこう、ま、ちょっとこう崩れるわけ、そう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 、あいつはわーっと流すわけ、あー絶対変化球負けやな、それとか反対方向に見えちゃうかと思っていったらやられた、じゃあ最もわからなかったバッターだね、そうやね、そう、あのいいバッター、わからなかったバッターと思う、なるほどね、うん、じゃあ最後一人は、もう言いたくないけど外国人ペタジーかな、ペタジーね、まあ、パワーあったしね、選球眼ね、選球眼も良かったね、選球良かった、ペタジー、オルガ夫人、ん？オルガ夫人、オルガ夫人似てない似てないですよね、失礼なんね、失礼なんて、オルガ夫人もあれですけど、ごめん、あとね、オルガ夫人の顔覚えてない、覚えてな い、いや結構似てるんだよ、似てないでしょ、え、でもいろんな外国人いる中でもやっぱりペタジーニ選手なんですか、うん、そうじゃない、あのベンチ、僕はもう試合出れなかったけど、はい、こいつはすげえなと思ったのがバースターいたけど、おっしゃたまにしかかぶってないから、はい、ペタジーニはやっぱすごかったよね、見逃したと思ったのが、そこまでボール向いたら急にバットが出てくる、パッ、どっから出てきたんだみたいな、もう引きつけて打つんだやっぱりね、あでもスイング自体解説してて見てると、うん、そんなに速くは感じないんだけどね、早いですよ、やっぱ速いか、早いですよ、豊さん、もう、うわよっしゃと思ったんだ、うわっと思って、もう打たれたら、か、打たれたか、もう外国人はそういうのね、やっぱり、パワーのね、うん、でも外国人って結構穴が見えるけどね、ペタジーニ、本当に穴が少ないね、少ないよね、珍しいんですね、じゃあ、いや、だって、リズム残せるし、うん、ホームランも出るしな、あとみんな外国人にとってフォアボール嫌な人多いの、うん、多分、うん、あのヒットしてヒットして、うん、ペタジーニ全然もう平気でフォアボールにで、ペタジーニが巨人に来たのね、はい、で、お前あの偉いなって言ったら、いや、やっぱり俺は塁に出るのが仕事って日本人っぽいですね、本当そう、すごい、いや、外国人がボール振らなくなったら困るよな、うん、いや本当にだって困るよ、ちょっと甘くなったらホームランっていうのを考えるもんな、うん、特別枠でこいつ見え見えなっていうのがいた特別枠でこいつ見え見えやなっていうのを見てる、まあだからこれ完全にこれ狙ってんだっていうのがバレ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 なやつっていた、それはみんなそれあの分からないですよ、だってそれ分かってたらレギュラーじゃないじゃないですか、レギュラー張れないんですよ、まあ、そうだ、そういう選手はあの1軍半で終わってます、でも一番駆け引きしてくるなっていうのは、まあ例えば三味線張るって昔言うじゃない、わざと空振りしといてとか、もうファルでもいいとか思ってバーン振っといて、うん、次絶対こっちっていうのを狙ってるっていう、いや、そうだ、そうどうなんかな、でもあのこいつはすげえなと、もう弓がすごいなと思って振ったじゃない、もうインコースケアをかけたら思いっきりアウトステップでね、ガーッと回ったりさ、もうここはインコースないやと踏み込んでアウトローはチャーライト前とかね、あのハンドワークは上手だったですね、でもふるさとはよくやり合ってたな、それはもうしょうがないですよね、それはもうしょうがない、しげも谷しげ、僕らの時はもうだからもう決まってたから、広島西西山で中日でたけしで阪神に行って矢野でヤクルトフルでベース、横浜の資料も決まってたから、それはもう、いざこと起きますよね、それはしょうがないです、神奈川もうね、味方のバッターに当てられたら、必ずキャッチャーに行かれてたから、もうここら辺、頭でも何回当たってる、ね、それはもう、まあ、あの僕も絶対当てたら、絶対逃げんぞと思ってたからね、頭は逃げない、いや、そうそう、そう思ってた、そう思ってる中でやってて、頭に来ちゃったっていうだけの話です。ヤクルト戦、そうそう、西村が、西村バーンだって、もう、くわー怒ってったら、やっぱ相当効いてたんだろうね、ふらふらって倒れたけど、危ないですね、危ないよ、やっぱりね、あの
後で次にそのまま病院に行ってお医者さんに言われたのは、やっぱり脳が揺れてるから、はい、村田君、先生立ったらね、頭来てね、ピッチャーが4人ぐらいこう見えたらそう言ったら、まあ、そんま、あの脳が揺れてるから、バタバタって寝ときなさいって言われた。いや、それはね、当たった瞬間、もうやっぱ狙われたと思うんだよ、やっぱカーッと。いや、あの時まだね、結構多かったな、ジャイアンツとヤクルトが。でも、あの頭部への支給で、その後、あのいざことになった、あれがきっかけで、あの危険球退場が作られたみたいな、あの試合が。そういうのもあったね。いや、そうしないと、また向かっていって、今度6人ぐらいに見えたら困る。困りますよね。その後遺症がない。おかげさまで。よかった。でもあんのかな、ボケてるから。ない。はい。